改めまして、伊集院光です。まあ、今週一週間、割とこう遊びに出かける用事とかあってね、まあ、意地汚いもんでっていうか、わがまんまなもんでさ、その自分の、遊びに行く先とかさ、いるところの天候が、まあ、なるべく晴れてくれと。で、まあまあ、なるべく晴れた上にあんまり暑くない方がいいみたいなわがまんまばっかり言っててさ。でもね、こうやって方々でね、大変なことになってるとこあるし、あと、神さんが和歌山県の白浜っていうところに、まあ、住んでて、今向こうにいんだけど、もう土直撃でさ。でもすごいと思ったのは、ここ何年か、台風がどんどん大型化していって、うちの子、神さんの両親なんかは、ずーっとこう、あの辺の、その白浜、の、もうあそこはとにかく台風銀座だから、それこそニュースステーションみたいので、ちょっとこう荒れてる白浜の模様をレポーターの方って言うと、もううちの神さんの家映ってるぐらいの、ところで生まれ育ってる人だから、ある意味台風慣れてる人なのに、ここんところの台風は、なんかやっぱちょっと物が違って、何年か前にさ、あの、紀伊半島のすごい大雨があった時なんかは、もう子供の頃から本当にこう、たくさんの方が亡くなるような台風に慣れてきた、その、神さんの両親たちも、ちょっと怖いっていうか、その恐怖を感じるぐらいの大きさだとか、言うね。で、何から行こうかな。そういうこと、甲子園見に行ったりね。あと、草野球の合宿やったりとかして。まあ、だからそこでわがままなことをいつも思ってるわけですよ。その、草野球の合宿なんかも天候に左右されるんで、俺のいるところだけ振りなさんなみたいな、まあそういう発言は出てくるから、このニュースからの流れだとちょっと行きにくいが、じゃああれから行くわ。クレヨンしんちゃん見た。クレヨンしんちゃんの、映画見に行って、何年か前に、なんか、父ちゃんロボットみたいの出てくるやつ見に行った時に、俺は面白いんだけど、こんなの子供にわかんのかよみたいなギャグがいっぱいあって、にもかかわらず、そこに来てた子供結構受けてて、なんかそのクレヨンしんちゃんとかを、うん、俺のこうセンスで評価しない方が面白いと思って、子供が結構いる時間に、なるべく子供がいるような映画館で、こう、見れるとき見るっつって。で、今回の、映画のクレヨンしんちゃん見に行って、まあ、子供がいっぱいいるのよ。で、なんか、クレヨンしんちゃんの映画は、大人も泣ける、みたいな。もしくは、大人が泣ける、みたいな評判は、もう正直、超飽きてまして。別に大人が泣けようが泣けまいがそんなどうでもいい。だけど、今回の映画は、まあ、多分もうすでにその、大人が泣けないといけないは多分義務にされてるだろうから、今回の、まあ、映画も、ある程度大人がグッとくるところはあった。でも、それ以上に、やっぱり子供は本当におならが大好き。おならギャグを子供が、まあ、笑うね。腹抱えて笑うね。俺からしたら、さすがに、こんだけこう、次々とおならとか、お股とか、お尻とか、連発したと思うけど、まあ、笑うね。で、その、感動のストーリーみたい方は、まあ、一応その、義務化されてるところはクリアしてるかな、とか。あと、まあ、気になったのは、結構ね、自分がね、昭和42年生まれ、1967年生まれぐらいの頃って、あんまり離婚するお家ってなかったのよ。でいて、もうクラスメートが離婚するってのは一大事で、とんでもないことが起きたって。あいつ、なんか、名字変わるぞ、みたいなので、でいて、うちの親なんかも、うちの親なんかは派手にその、喧嘩して別れてやるとか、もうお母さん知らない出てくとかやってるのに、離婚まではいかない。だから、まあ、大人がある程度我慢してて、っていう時代だから、あんまこう離婚する人いなくて。でいて、
なんか佐藤くんが菊池くんになりますみたいな話になって、でいて佐藤くんが菊池くんになったのに、なったばっかりの頃に佐藤くんって呼んじゃって、あ菊池くんだみたいな、X も元ツイッターですけどみたいな、そういうそういう感じの、そういういけねえみたいな、もうツイッターじゃないのにっていうね、ツイッターって言っちゃったみたいな、感じだ。とにかく離婚の件数多分少なかった、相当その価値観が変わってさ、それでも我慢する方がもうベストなんだみたいな。でどうなのかは分かんないけども、いやずっといがみ合ってて、それこそ DV みたいなもん起きたりするぐらいだったらちゃんと別れて、今はその頑張って大変だろうけどシングルマザーでも育てられたりとか、シングルファザーでも育てられる時代になってるから、多分離婚の件数って相当増えてると思う。自分の身の回りでも離婚してる人すごく多いし、友達の子供のクラスとかも離婚する人多いですよって、そんなにその俺たちみたいなレア度はないんだけど、なんかこう主人公がこう悪くなって、その主人公がダークサイドに落ちた原因のでかいとこに家が離婚したみたいのどうなんだろうと思って、その離婚したお家の子も見に来るのにみたいな、ちょっと引っかかったりとかしたんだけど、ただ感心したのはしんちゃんがついに 3DCG になったっていうのを、心配、まあ、心配も何もないんだけど、どうなのと思ったらそれはすごいよくできてたのと、あと後で思い出すぐらい空気階段の二人の声優が、俺は相当上手かったと思う。だってこれぐらい近いとこにいたら、あ、これは塊くんだとか思っちゃいそうじゃん。あんまそんなの考えないで、普通に見れたりとか。でね。帰りに、シネコン、エレベーターがすげえあるシネコンあんじゃん。あれの、エスカレーターがすごいあるシネコンの、一応あるエレベーターみたいので、あ、ちょうど来てるからつって乗ったら、お母さんと、そう、小学校4、5年ぐらいのお兄ちゃんと、多分小学校入ったばかりぐらいの、妹の子3人とちょうど一緒だったの。で、そこで、妹の方が、お母さんがせっかくしんちゃんに来たのに、映画館に、映画が始まって、た途端に寝たってことすっごい怒ってんの。しんちゃんがすっごい面白かったのに、お母さんずっと寝てたって超キレてんの。で、言ってお母さんが、いやいや、大体わかるから、大体起きてたからって、お母さんもしんちゃん楽しみにしてたからって言ったら、もうその妹がもう、いや、嘘だって言って、ね。ずっと寝てて、よくないって、お母さんよくないって言って、で、お母さん謝ってっていう、しんちゃんに謝ってみたいなのを横にずっと俺言ったら、お兄ちゃんが、ね。いい加減にしろって言って、その妹に、お母さんはな、そもそもしんちゃんなんか見たくないんだよって、僕たちを連れてくるために一生懸命パートさんをやって、やっと連れてきてんだから寝て当然なんだよって言い出したの。俺もう涙が止まらない。もう全然もう涙が止まらないのよ。もうこれでもうそれもさ、なんかその十何回から一回まで行く間なんだけどさ、もう何度もさ、本当はお母さんはしんちゃん全然好きじゃないっていうトーンが上がってきちゃってさ、お母さんがさ、そんなじゃないのよなんつって、そのしんちゃんが好きじゃないの、好きって嘘をついてるみたいのも良くないと思ってるらしくて、なんかそうなってんだけど、なんかよくわかんないけど、俺に言えることはみんな頑張れっていう、とりあえずみんな頑張ればいいって、でそのこう感じとかが、その親はどういう風にして頑張ってるかみたいのも、ちょっと子供には分かんないけど、しんちゃんの今回のストーリーにも入ってて、でも俺が一番その、ああ、しんちゃんって大人も泣けるんだと思ったら、そのエレベーターの中、本当に、すげえわと思って、なんか、ああ、こう4、5年ぐらいになると男の子もこんな感じになるんだなぁ、みたいな、そんなのを思いましたよ。ね。で、また次回の、しんちゃんもきっと子供のいっぱいいるところに、俺がさ、どうこういう問題じゃ多分ないんだよね。俺の面白いには沿わなくていいか。多分、監督は多少大人が泣けるさえクリアすれば、俺が笑うかどうかに関しては多分受け負ってないと思うね。ただね、本当に、おならとかお股は本当、あとお尻、すっごい子供くったくなく、
笑うね。あれは俺作れない。俺にはちょっとなんかわかる、照れちゃうって思うからね。さ、まあまあ、各所いろんなその気候に対する注意報等出てますけども、途中なんか重大なことあれば挟みますし、あと各ネット局はその各ネット局の近郊のものが挟まります。で、その間ちょっと本放送とかこう聞けないかもしれませんけど、大したことは言うつもりがないですから。そういうことより大事なことは一切ないですから、その、地元の天候の心配な人は、とにかく地元の局のネットで、聞いた方が良いかと。それじゃあ行きます。月曜ちゃん、伊集院光る深夜のバカ力。先週の火曜日、番組明けに草野球の、まあ、合宿というか合宿ごっこね、合宿ごっこ、まあ、コロナもあったりだからやったりやんなかったりなんですけど、まあ、夏にちょっとこう草野球のメンバー集めて、泊まりがけで野球の練習行こうっつって行ってきて、まあ、大規模なこうイベントころだったからそこそこいろんなこと起きたはずなんだけど、土曜日曜に甲子園行って、これが暑くて37度だよ。30、普通にその何、気象庁が大雑把に出すやつで37度で、37度の日にもうその取った席が、あ、もうさ、甲子園の常連の人は分かってるね。土日でほとんどチケット売り切れてるのに、一週間前ぐらい取ったんだけど、かろうじて残ってる席っていうのは何かしらの理由があるからですよ。ね。よくあんじゃん。すごいさ、混んでる、その電車乗ってさ、あの子あそこ置いてんじゃんって言ったらゲロぶちまけられたりするじゃん。あれと一緒で、そらそうだよ。みんながすごい行きたい日に空いてるとこって何かしらの理由があるよと思うんだけど、一日目が一塁側内野席下段っていう、普通は下段だから、球場に一番近いわけじゃん。球場のグラウンドに一番近いからそこがいいはずなんだけど、いわゆる甲子園は銀傘って言って、屋根がついて、席の後ろ屋根がついてるのが、上段だけなんです。上段だけだから、まあ、ここが、もうずーっと灼熱地獄で、で、もう、びっくりすることに、第1試合の中盤から行って、で、第2試合全部見て、第3試合全部見て、で、第4試合全部見て、で、目当ては第4試合がいいカードだったから、聖光学院っていう、福島のもう何年も連続ずーっと甲子園出てる学校と、仙台育英っていう宮城の東北対決だけど、仙台育英は前回の優勝校か。で、いてレギュラーごっそり残ってる、絶対好ゲームで、これ目当てで行ったんだけど、びっくりする。すごく暑かったんだなっていうのは、今日フリートークスでちょっとカードとかを整理したんだけど、この九州国際大学附属対土浦日大第3試合、全く覚えてない。何があったかを、テンポがいい試合だったのは覚えてるけど、いや、ここだってその九州国際大学附属も相当強いんだけど、だから注目してるはずなんだけど、この時、俺口半開きでずっとよだれを垂らすことにもう熱心だったから、本当にどういう展開なのかが全く思い出せないぐらいの暑さ。37度、すごいね。37度がすごいと思ったのは、ああいうさ、何万人って入るイベントじゃん。何万人って入るイベントの、で、しかも、野球以上に、イニング間って短いの。イニングの間、テキパキとみんなやるから、こう、休める時間帯がないわけ。でいて、5回の表裏が終わったところで、この、熱中症対策で、クーリングタイムっていう10分間の、とりあえず冷やそうっていう時間が、選手を冷やそうっていう時間があって、この時間帯ぐらいがちょっと長い休み時間なんです。で、ここが普通考えたらトイレが集中するはずなの。なのに、大したことない。男子トイレとかも別に甲子園のトイレとか普通のその野球場のトイレの数と一緒で、
混むときは混むイメージ、普通にプロ野球なんか見に行けば混む感じなんだけど、全然混んでないの。あ、多分尿、みんなもう尿が、汗腺から尿が、もう尿腺ですよね。もう全身からもう尿をぶちまけてる状態だと思うんですよ。俺も相当飲んだけれども、トイレにほぼ行かないんですよ。あ、だからみんなもう尿まみれですよ。全員。全員尿まみれでやってるから、おそらくトイレが混んでないんだと思うんだよね。で、あと、その、いろんなこと見つかるわけ。その、甲子園の謎なのは、まずアナウンスがいっぱい流れるのね。とにかく感染してる人も気をつけてっていう、脱水症状とか、熱中症とかがあるから、とにかく日陰に一旦入ったりとか、無理をしないで見てくださいっていうのに、チケットはすべて4試合続きだ。要するに1回入ったら途中退場は許されない。絶対、その、朝来て、それ例えば最初の、1回戦の明桜対、八戸学院光星の試合を見たら、もう4試合目も見たかったら1回も外に出ることができないよ。でしかも電子チケットもそこそこ出てきてるんだよ。基本的には紙チケットで1回1回その通路に戻る、通路、それ日陰の通路ある、売店とかあるとこあるんだけど、それはグラウンドは見えないよね。その通路に引っ込むじゃん。引っ込むときにアナウンスずっとされてるのは、とにかくチケットを持って出てください。その入り口で再度確認するからって言うんだけど、もうチケットなんかびっしょびしょなの。もう尿まみれだから、そのね、びっしょびしょなわけ。その4階あたりにはもう印字も見えなくなってんだけど、なんか考え、ちょっと考えてもよくねえかみたいなことが、本当だったら俺の個人的なその気持ちから言えば、例えば第1試合とか第2試合見たら、この試合は一回外出て喫茶店行きたいわって思ったりするんだけど、とかもしくはビジネスホテル、ラブホテルのご休憩ってもう学生以来使ってないけど、ちょっと見えなかったわ、学生の時そんな使えるような環境いなかったわ。落語家の若手以来使ってないけどね、落語家の若手の時に2回池袋のアラビアンナイトっていうラブホテルで使いましたけど、それ以来使ってないけど、それぐらいしたい。一回もう一回体力充実してから次見たいし、持てば、あのチケット絶対一枚一枚売ればいいと思う。今時、その、電子でチェックできるから、別になんてことないと思うんだけど、あの4枚全部一気に、その4試合分でいくらで、しかも一回も表出れなくて、で、一度通路行くたびにその紙のチケット見せろみたいなとか、なんとかならんもんかねって。あと、今までずっと甲子園いたけど、ふと気づいたことがある。トンボがほぼいない。今まで自分が甲子園行ってきたと、行ってきた経験で言うと、結構こう、第3試合ぐらいかいっぱいトンボが飛んでて、あ、夏なんだけど、もう秋が来るんだみたいな、ちょっと8月入ってると、もう秋が遠くはないんだっていう意識が、ちょっとセンチメンタルな気持ちに、なってたんだけど、トンボがほぼいない。多分あれは暑いからなんだと思うんだけど、あと細かいこととか見てると面白い、面白いはひどい、興味深いのは、野球バカだから本当にその名門校の守備練習から見てすごい楽しいわと。でいて、その一番試合前のノック時間何分ですみたいなところからもう楽しくてしょうがない。それ自体がやっぱすごいんだっていう、智弁学園ってやっぱすごい鍛えられてんだと思うわけで、そうすると俳優名門校で甲子園来た年にショートやってるようなやつなんかめちゃめちゃ守備うまいから、ショートがボールを取って一塁投げるなんかもう当たり前で、それめっぽう肩も強くて、しかも一塁手がほぼ動く必要がないっていう、もう本当に、一塁手が手を伸ばすこともないところに、胸のところにボールが全部ズバンズバンってくるわけ。それはもうサードもセカンドもそうなんで。で、それが、どのチームも6回あたりからおかしくなってくる。6回あたりから、あれっていう、さっき始まった時に褒めてた、全員胸のとこ来るながおかしくなってくる。あと、録画撮ってる人は細かく検証すればわかると思うんだよ。俺も今までなかったことだけど、個人出てる選手は戦ってる選手で、アウトカウント間違いが多い。要はその本当はまだ2アウトなのにガッツポーズしてホームに戻ろうとする選手とか、
その走塁を途中でやめちゃう選手が1試合に 2,3 回見れるの。そんなことないの実際。だからみんなこれはで、その智弁高校が1試合で7個やらしたですね。でそのエラーも取れませんとか、なんて言ったらいいのかよくわかんないけど、そのボールを掴んだはずが、グローブを締め損なって落ちるみたいな、ポロリっていうの、そういうこう、エラーが多かったりとかして、やっぱりこれすごいことになってんなって、なりながら、もう真っ黒。もう焼けちゃって、もう、今 T シャツ、普通の T シャツ着てるんだけど、この T シャツ一つめくるだけで、あ、伊集院さん V ネック着てたんだってことが、な、あ、伊集院さん V ネックだったんだっていうのがもう一発でわかるぐらい。ね、まあまあまあね、まあ雨もね、暑さもちょっと気をつけてね、まあ、じゃあ曲いきましょうか。奥田民生花歌。今週の1曲目、奥田民生で花歌聞いてもらいました。ここで気象情報をお伝えします。再びニュースデスクの中村久人さん、お願いします。はい。今度は埼玉県の秩父地方に大雨警報が発表されました。気象庁は先ほど埼玉県の秩父市と皆野町に大雨警報を発表しました。これらの地域では今日昼前まで土砂災害が起きやすくなっていて警戒が必要です。気象庁は埼玉県秩父市と皆野町に大雨警報を発表しました。それから今、群馬県の高崎、藤岡地域にも大雨警報が発表されました。群馬県の高崎、藤岡地域にも大雨警報が発表されています。以上、気象情報をお伝えしました。はい。くれぐれも、該当する地域の方何よりも、大事なのは命なので、例えばこう、避難した方がいいよ、みたいな情報が出たら、した結果取り越し苦労なのは何にも、困ることありませんから、ね、皆さん、この後もね、何か変わったことあれば気象情報入れますので、注意してお聞きください。そして中村久さん、ありがとうございました。クーリングタイム、その10分間、そのね、ほてった体を裏で、その冷やす、タイム取って冷やす。あ、これも思ったんだけど、これ、統計取んなきゃわかんないけど、5回の裏終わったところで必ずこの10分間の休みが入るのね。で、6回の表の攻撃が荒れる。多分なんか1回気持ちが切れるのか、これまた難しいと。草野球なんか俺らやってる経験で言うと、休むともうダメだよね。もう疲れちゃうっていうか、休むともう二度目の投げ始めみたいのを結構ぐったりするとかも関係あるのかなっていうのはちょっと、ただやらないよりいいけどね。で、そのクーリングタイムっていうのが効くんだ。これもめんどくさいんだけどさ、なんかネットニュースにする人とかが強弱の差をつけてくれないから、先週俺が空調服着ればいいのにってつけたやつも普通のアイディアとして書かれてるのね。で、まあ、さらに思ったんだけど、これをどっちに判断するかわかんないけど、あれどうかな？お互いのベンチを、コンビニの冷凍食品のやつみたいにする。昔のさ、コンビニのさ、冷凍食品とかビールとか冷やすとこって、必ずドアがあったじゃん。ドアがあったけど、今のビール冷やすところさ、上からの冷気みたいなやつで遮断してるからさ、中だけすごい涼しいじゃん。あれにしたらどう？すげえ本気で言ってるように書かれちゃうと。いや、だけどさ、テクノロジーは、難しいのはさ、俺はそのクーリングタイムっていうのも怖いなと思うのは、今までその37度、下手すればグランドロイヤルで40度やってた人たちが、いきなりじゃあみんなシューとかやって冷やしたりとかするじゃん、冷やしたりとか、なんかその、熱さまシート貼ったりとかさ、金玉の裏にアイスのを貼ったりとかさ、それからあと、両脇でドライアイスを挟んでたりとかさ、で、多分毒だと思うからやっちゃダメだけど、やって戻ってきた時の、またそのギャップでも俺きついような気もするから、なんとも言えないんだけど、そのギャップが大丈夫だったら、そのスポットクーラーみたいのガンガン入れてよくない？その、コンビニの冷凍食品の技術を使って、そしたらコンビニの冷凍食品のドアがないけど全日本コンビニの冷凍食品のドアなくし者の人たちがスポンサーについて、でいて、我々は高校野球とガリガリ君を応援してますよっていう、キャッチフレーズで多分 CM 出してやるとかすればいいような気するけどね。
で、そんな中バカだから、前半の方、合宿行ってきて、何度か今までもこう合宿の話したことはあると思うんですけど、あれ去年かな？去年だかちょっと前ぐらいに見っけた、伊豆にある、伊豆の俺の考えでは山奥にある、天城ドームっていう、ソフトボールの日本代表が合宿をやったりとか試合をやるソフトボール用のドーム球場がある。だから野球をやるにはちょっと小さいんだけど、そのソフトボールの大会をやったりとか、それからそこ自体がドーム球場を含む、合宿村になってるんで、陸上競技場があったりとか、普通の室内のバッティング練習場があったりとか、あと野球場が、表の野球、ちゃんと公式ができる、両翼100メートル、センター120メートルの野球場があったりして、で、さらには、宿泊できる合宿所がついてる施設があって、ここが、宿泊施設が、多分50人とか60人、いわゆるもうマンモス部みたいなところも、マンモス部ってのはマンモスを研究してる部じゃないよ。大きいものの表現としてマンモスってのはまだある。ちゃんと通じてるね。マンモス部活動が、一気に止まれるような、寝床があって、二段ベッドがいっぱいあるような寝床があって、で、多分一泊ご飯とかないと1800円とか、それぐらい、ホリプロの量が、ホリプロの量を使った頃もあるんですよ。で、ホリプロの量が多分5000円ぐらい取ってたから、それでも安いんだよ。みんな泊まらせるって考えたら。でもそれよりも格安なんで、そこ使うようになって。で、ドーム球場も、いくらしたっけな、午前中だけ借りて2万5千円、午後借りて2万5千円ぐらいの。まあまあ、満単位の金にはなるものの、で、野球場借りてみたと借りて、今回自分のチームだけじゃなくて、いろんなその芸人みんな声かけていいよって言ったら結構みんな来て、28人かなんか。ここ強調 しといた方がいいね。金は全部俺持ちで。しょうがないから、それはもう。本当にもうこれは師匠の呪いだから。師匠が全部その落語界はその自分より下の人間に一切金を出させない。で金を出させる出すということは侮辱だし、出させるということは恥っていう考え方で、でそれを聞かなきゃよかったのに、師匠に何のメリットがあるんですかと。僕らが問題を起こせば師匠の監督席になったりとか、なんかその、まあ、今だから言いますけど、師匠の家のウイスキーを、自分の持ってきた空き瓶に入れて、半分以上水をね、入れて、帰った石田さんっていう人ですけどね、僕じゃないですけど、もう泥棒ですよ。ね、泥棒を家に飼っていて、で、しかも、勘違いしてる人は、その弟子のギャラの何パーセントかを師匠が取ると思ってる人いるんですけど、そういうのも一切ないんですよ。で、なんで師匠は、そういう、聞かなきゃよかったんですけど、なんでそういうことをしてくれるんですかって言ったら、俺もしてもらったから、お前は次の代にしろっていう。でいて、俺は落語家辞めちゃったから、もうそれはなしなのかどうかを、確かめる前に死んじゃったから、呪いなんですよ、もうそれは。ね、で、あ、言ってたな、あと、俺が払ったとか言うなって言ってた。かっこ悪いから。ね、で、まあ、その、合宿をやるんだけどさ。ちょっとずつ面白くしたいから、まず最初行きます、行って、で、それこそ、この前に座ってる河野家族も行ったので、僕は、番組明けで、始発の電車で行って、で、修善寺っていう駅に迎えに来てもらってみんなと合流したんだけど、で、その行った日の午前中に、ゲーム形式の練習をやって、勝った方、お弁当、その、お弁当は自前で、その、天城ドームに頼むこともできるんだけど、自前で手配した方が安くできるから、いろいろ手配した結果、28人前のお弁当を、前の週とか一生懸命手配して、いろいろ交渉して、なんかその、地元のお弁当屋さんに、安くたくさんのお弁当を出前してくれるところが見つかって、で、そこと交渉して、安い弁当を14、高い弁当を14、で、格差、二軍弁当と一軍弁当つって、その最初のゲームで負けた方は二軍弁当。
で、買った方は一軍弁当つって。で、一番安くお弁当作るとしたら、いくらでできるんですかって言ったら、480円で配達までしてくれるって言うから、じゃあもう二軍弁当480円だつって。で、いて、一軍弁当はじゃあその3倍で1500円の弁当作ってくれって言ったら、向こうが、いや、一番高くてもうちは980円までお弁当しか、お弁当ないんですけどって言われるぐらいリーズナブルなところなの。で、いて、でもじゃあ、とにかくその1500円まで出すから、1500円のちょっと特別な弁当を14人前作って、この日の昼持ってきてくれっつって。で、いろいろゲームやって、で、一軍弁当と二軍弁当開けて、で、みんなで、それで一草で盛り上がって、でもみんな食い地張ってるし腹減ってるからさ、いや、二軍弁当嫌なの、嫌なわけ。ね、やっぱり、高い方の弁当食べたいわけ。でも来てみたら、二軍弁当の方が唐揚げ弁当なの。唐揚げ弁当で、結構飯のぎっちゃいた唐揚げ弁当で、しかも、お礼が頼んだっていうことが、こう、分かった時点で、ちょっとサービスしてくれて、しかも、本来は、そんな、こう、一気に、二日間で、56人前も出るような単位の商売をしてないから、それをあらかじめ注文してくれた上に、それを言ってくれて、ちょっと配達料も出したりしてたから、サービスしてくれて、唐揚げと焼き鮭の入った結構、これが二軍弁当なのっていうのを作ってくれちゃった。したら、一軍弁当の方が、なんか漆塗りの箱の中に扇形のご飯とかの、それじゃないんだよなっていう。そのなんかがね、扇形のご飯と、なんかその、しょっぱい焼き鮭と飯大量みたいなパターンがいいわけじゃん。じゃないんだよ。なんか、銀だら最強焼きに、はじかみっていうのは、なんか、あの、料亭の飯についてくる、あの、細い生姜みたいなやつとか、なんか一個一個が梅の花の形に切った風を揚げてあるやつみたいなやつが入ってんだよね。で、なんかの、松の葉っぱをちょっと横にしつらえてあったりとかして、全然みんな二軍弁当が良かったっていう、ね、一軍弁当これ法事で食うやつだろっていう、金持ちのじじいの四十九日に食うやつだろみたいなやつ出てきちゃって、なんかその、それ、昆布巻きみたいなやつばっかりのやつ出てきて、いきなり大不評っていう。いきなり大不評。逆に言うと、その、唐揚げ、焼き鮭弁当のが大好評。で、言って今回の、その、合宿にちょっとテーマがあって、今後、俺らのビッグアスホールズのテーマにしていこうっていう、楽しい猛練習を追求していこうっていう。なんかこれからの時代これなんじゃないかって話してて、もう昔は俺で千本ノックみたいなね。千本ノックみたいな、でも、もう多分500本でヘトヘトなのに、その、家で待ってると思ってた母親が貼り付けにされて、両乳首を切り取られたくなかったら、あと200本取れみたいなやられてたじゃん、俺ら。だから、その感じ、ね、ケツバットだかんのてめえ次やらしたら、お前の祖母って、やられてたじゃんか、ね。おばあちゃんなんかもう年取っちゃって、両鼻から管が出ちゃってるにもかかわらず、その管をスパイクで踏まれたりとかしてたじゃん。ああいう時代はもう終わりなんじゃない？あの頃はあれでよかったけど。ねえ、で、そういうのはもう終わりだから、ちょっとルールを作って遊ぼうつって、みんなで、例えばじゃあノックをするんでも、6人で1チームをその中で作って、4チームぐらい作って、でいて、連続で何本取れるかゲームとか、あとは、敵のチームにノックするんだけど、こことここのパイロンの間をゴロで抜かれたら1点みたいなルールを作って、みんなでこう点数制のゲームをやっていこうつって、で、その点数制のゲームをやって、勝ったチームに、応じて、ちょっとお小遣いをあげますよみたいなのをやって、すごい盛り上がって。で、多分、おそらくこういうアイデアで楽しい、練習、外野フライを打つんだけど、守備ランクの低いやつが取ったら3点とか、2回連続で取ったら倍付けみたいなのをやって、こうお互いで競わせていくと、ただ単調にずっと練習やるよりも頑張ろうぜってなるし楽しいぜってなるんで結構良くて、これを今後ビッグアスホールズの YouTube をキャモン西本が作りたいと言ってるから、じゃあそこで今度出してったりとかしようやって話してて、で俺ら的には俺的にはこのやり方をやっていくと、少年野球の監督とかが参考にするといいんだけど、結局最終的には、
会の知ってるトップレスバーにみんな連れてくみたいになってったから、優勝したやつが海君の、知り合いのいる AV 女優のいるトップレスバーにみんな連れてやるって、じゃあその金俺出してやるんだったから、少年野球も多分トップレスバーは行きたがると思うの。みんな。今まで体罰だけど、これからプラスだから。ね。ただね、チームワークがね、あいつのエラーでトップレスバーに行けなかったっていうのをね、子供たちがどう思うかなんですけど、そんなことずっとやってたよ。時刻は1時42分です。ここでまた気象情報をお伝えします。ニュースデスクの中村久人さんお願いします。はい。東京都多摩西部と神奈川県の横浜、川崎、相模原、足柄上に大雨警報が発表されました。気象庁は先ほど東京の青梅市、あきる野市、日の出町、日の原村、奥多摩町、神奈川県横浜市と相模原市、清川村、南足柄市、松田町、山北町に大雨警報を発表しました。これらの地域では低い土地の浸水や河川の増水のほか、土砂災害が起きやすくなっていて警戒が必要です。気象情報をお伝えしました。中村久人さん、ありがとうございました。まあ、その薄汚い心の話で言えばさ、この台風の前も、ちょっとこう天気荒れ気味で、合宿の予約は相当先からやってたんだけど、その1日目の、だから火曜日の午前中がドーム球場。で行って火曜日の午後からは、外の、屋外の野外球場。で行って、水曜日の午前中がドーム球場で、そのまま、みんなで東京帰ってくるっていう、まあ、スケジュールを組んでから、途中、直前ぐらいまでずっとこれが裏目で、めちゃめちゃ晴れてる時に、ドーム球場で、雨が降る時に、屋外球場みたいなスケジュールになってて、で、これがどうしたものかってなったんだけど、直前にその天気予報変わって、結果、屋外球場の時は晴れてて、で、ドーム球場の時は雨、ちょうど雨降ってるっていう状況で、で、その人間としてクズだなっていう、こうやって、その気象が荒れてきたりすると、あ、やっぱクズだなと思うのは、その自分たちがドーム入ってる時に、ちょうど、その、本当に一瞬にわか雨なんだけど、スコール的なゲリラ豪雨がドカーンって来たのよ。もう、ドームの上に電車通ってんじゃないかっていうぐらいの、ザーっていうのが来た時に、なんか、2万5千円払ってよかったっていう、そのドーム球場を借りたからには、なんだろう、雨を降れとは思わないけど、降った時に、あ、なんかこれは高いお金をだ、全然屋外球場の方が、ドームの練習施設で2万だ3万だってめちゃめちゃ安いんだけど、それにしてもなんかわかんないけどお金使った甲斐があったっていう心の動き方が、こうやって警報出たりとか亡くなる人出たりとかするとダメだな、そういうことじゃって、やっと思うね。別れよ。それ最初から別れって話よ。さあ。またちょっと気象に、関する情報を入れないとということなので、ニュースデスクの中村久人さん、またお願いします。はい。先ほど東京の奥多摩町に、土砂災害警戒情報をレベル4の避難相当が発表されました。降り続く大雨のために土砂災害警戒区域などでは命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状態になっています。避難が必要となる危険な状況です。警戒レベル4相当の情報です。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域などにお住まいの方は、区市町村から発令される避難指示などの情報に留意して少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。東京の奥多摩町に土砂災害警戒情報レベル4の避難相当が発表されました。気象情報でした。こういう事態になっていますので、その避難できる状況に、避難が必要でできる状況にある人は、本当に避難をしてください。で、さっきも言いましたけども、それは取り越し苦労だったっていう話は、番組にメールでもいただければ、それは、後で笑ってネタにしましょう。何かあってからでは遅いので、この気象の情報、特に自分の地元のものをネット等できちんと調べて、安全を心がけて行動をしてください。合宿後は、まあ楽しくやって、まああれはね、その宿泊施設とかは安いの見っかったけど、とにかくレンタカー代がすごいわ。レンタカーがもうちょっとみんな売れてよ。もうちょっとみんな売れて、みんなマイカー持ってるよって状況になってくれれば、随分楽になると思うんです。結構レンタカー代が痛かったな。あと、なんかこう、何年も一緒で野球やってんのに知らないことってあるじゃん。
それ河野くんと、この前に座ってる河野くんと僕は、朝までラジオやってたから、ちょっと仮眠を取って、新幹線で、三島か、三島に、始発の新幹線で三島行って、で、三島から修善寺、伊豆鉄道みたいなやつで、修善寺って駅行って、その修善寺って駅から、マイカー持ってるやつが先に行ってて、もう奇跡のマイカー持ってるやつ先行ってるから、そいつが迎えに来てくれるって状況だったんだけど、あいつとももう10年以上だよね。10年以上チームメイトでやってんだけど、その修善寺に迎えに来たら、修善寺の、その、駅員さん、おじさんの駅員さんたちが、こっち向かってお辞儀してるから、ちょっと調子に乗って、移住員が修善寺にやってきたっていうね。あの移住員がついに修善寺にやってきたっていう感じで、あ、艦隊ムードなのかな、お忍びで来てるけれども、艦隊ムードなのかなと思ったら、あ、なんか、どうやら俺の視点じゃなくて、その下っ端の、俺たちを車で送り迎えしてくれるやつがみんなお辞儀されてるの。なんだこれって聞いたら、あ、僕芸人やる前、修善寺駅の駅員だったんですっていう、全く知らなかった情報が出てきて、即座に、うちのその、草野球のマネージャーをずっとやっててくれた、渡辺くんっていう、ここのサッカーしてた渡辺くんでも鉄道大好きな、やつに、LINE をして、お前あいつ、修善寺駅の駅員だったっていうことを知ってたって聞いたら、初めて来ましたっつって。なんでそんな大事なことを言わないんですか。なんかその吉本の学校入る前は修善寺駅で 2,3 年その駅員やってたらしいよ。でその後私やったけど、長文見ればわかるけど、ってことはなんとか新型の伊豆鉄道のなんとか列車のホームを誘導したりとかもうやってるってことですよねみたいな。でもそれは既読無視です。そこからは既読無視ですけど、なんか知らねえこといっぱいあんなっつって、なんかね、新たな一面を見たり、あとは合宿で言い忘れてるのは、俺が一人怖かったのは、もう本当にいわゆる合宿施設、学校の人とかが使うような合宿施設なんだけど、その1号館と2号館をつなぐ渡り廊下みたいなところを夜歩いてたら、びっくりするぐらいのセミの量、正確に漏らずに20匹ぐらいのセミの死骸が転がってんの。でいて、うわ、何なんだよここっていう、あの象の墓場みたいな、セミの墓場なのかよと思って、うわって横通ったら、みんなあの例のセミファイナルの、まだギリ死んでないっていう、あの、道路落ちて、仰向けなんだよ。仰向けで道路落ちてて、触るとビリーってなるやつあんじゃん。でいて、もう、その、もう触るとビリーってなるから、パンティーの中に5匹ぐらいいると、あーあーってなるやつあんじゃん。よくあるやつ。なるやつあんじゃん。でいて、パンティーの中で死んでいく。ねえ、最後のやつあんじゃん。あれが、本当に、5メートルぐらいの廊下に、無数のその、まだ生きてるけど、仰向けのセミがいっぱいいて、うわって思ったんだけど、次の朝、一匹もいないのね。復帰すんだ、あいつら。だから、仰向けで寝て復帰すんだ、セミって。俺多分初めての事実だ。だって、食べてないでしょ。だから普通考えたら、誰かが根こそぎ取らない限り、あんな量のセミいなくならないわけで、多分全部飛び立ったんだと思うんだけど、それが唯一、あの合宿で嫌だったこと。ねえ、なんだよ、こいつらっていう。あれはちょっとびっくりしたね。で、まあ、行ったり来たりで、あれだけど、甲子園、土曜日から甲子園行って、金曜日の夜結構遅くまで仕事して、で、あと、野球クイズを作ったりする仕事があり、で、さらには原稿書いたりして、で、始発に乗らないと、始発に乗っても第一試合は間に合わないんだけど、始発に乗ると。で、始発の中でパソコンで最後の原稿を出して、で、甲子園行きましょう。で、行って一緒に行ったのが例のついこの間、
岩手県予選誘ったんだけど来れなかった海優太くんっていう、まあ、うちの、野球メンバーで吉本の芸人で、まあ、高校野球好きで、高校野球めちゃめちゃ詳しいんだけど、で、これと一緒に行くことになって、で、向こうも明け方までまた、水商売飲み屋の仕事してるから、ふらふらになりながらこう来てんだけど、まあ、今回は、客寝なかったってでよかったけど、一緒に新大阪行って、で、ここで、それこそさっきの師匠の話にちょっと近いかもしれないんだけど、なんかその、後輩の前で見えっぱりな、みんな聞いてればわかるけど、俺一人で旅行行くときなんか、徹底的にバス使うし、徹底的に、その、電車乗り継ぐじゃん。で、新大阪からは、梅田ってとこまで二駅ぐらい電車乗って、そこから阪神電鉄乗り換えて、また二、三駅乗って、甲子園、まあ、30分弱ぐらいかな。で、電車で行けるし、一人で行くときは全然それで行くんだけど、なんかこう、新大阪からタクシー、しかも7000円ぐらいするんだけど、で、時間変わんねえの、ほとんど。電車で行ってもタクシーで行っても、多分30分弱ぐらいのところなんだけど、こう、タクシーに乗るという、こう、先輩のかっこいいところ、なんか、見せたくて。で、タクシー乗って。で、甲子園。行きましたと。で、行って、もう試合、第一試合始まって途中まで来てるんだけど、行ってから気づいたのは、まず一つ、寝てないでこの暑さはあんまり良くないっていうこと。で、もう一個は、俺、黒の V ネックを着てて、黒ダメだわ。もうとにかく熱を、虫眼鏡なしでゆっくり燃える気がした。ね、虫眼鏡で焦点させなくても、なんなら、その、ペットボトルに入れた水と、ちょっと終点があったぐらいで、ボッて行くぐらいの感じがして、めちゃめちゃ熱くて、でも汗はドバドバかくし、第三試合は何があったか覚えてないし、で、それ最後の試合まで見て、で、あと、ホテル。ホテルもちょっと見え張っちゃったと。皆さんご存知のように、快活クラブでいいんです。快活クラブがいいんです。ね。だけど、とにかくこの時期、お盆と高校野球で、大阪方面のいわゆる安ホテルが全然ないんですよ。で、その安ホテルも、3800円でおそらく換算機ならいけてるところが平気で8000円とかするような状況なんですよ。で、それ8000円でも空いてるか空いてないかみたいな時に、やっぱちょっとこう、あの人はこういう感じのホテル泊まる先輩なんだって寝踏みをされるのもちょっと嫌だなと思って、ちょっと良さげのホテルに一緒に泊まって。で、この、その、カイ君は体力あるから、明日はもう、梅田、大阪のホテル泊まってんだけど、明日はもう、試合開始から第1試合から第4試合まで見るっつってんだけど、俺はこのペース、俺、まず夜仕事が1本あるのと、このペース配分で全試合見るのは体が持たないと思ったから、もったいないか、履正社って強い学校が出るんだけど、1試合目はもう途中からにしようと思って、カイ君先行っていいよってなりながら、一試合目途中からの代わりに、とにかく一日目の反省を生かそうと思って。で、その間にこうカイ君が、夜ちょっとこう寝る前に飲み物買ってきてくれてた。飲み物を買いすぎて、2リットルのペットボトルが2本ぐらい丸で残ってて、あと、ちっちゃい方の500ぐらいのペットボトルが3本ぐらいあって。で、とにかく俺は快適に過ごそうと思って、このペットボトルを、このままここに置いていくか置いていかないか問題っていう。ね。ペットボトルですよ。ね。2リットルとはいえ250円ぐらいですよ、お茶。ね。それが日本でもまあ500円ぐらいですよ。ね。でいて500円対1日、まあその、4キロという重さ。この炎天下4キロって重さをいろいろ考えたんですけど、この4キロ、どうしようってなった結果、スタバでタンブラーを買って、カチ割りを入れながら、飲んでいけば、結構快適に飲めるっていう。ね。で、ただ、あれ、4キロもあるものを、
置いてこないんだっていうことが尊敬されるのか舐められるのかがわからない。その後輩に。その、前の晩にちょっとこれ買いすぎだぞって話をしてるから、どっちなんだろうと思われながら、ひっそりリュックに隠すように入れて、この4キロを持ち。でもね、俺、自分で惚れ惚れするような2日目の朝だったんだよな。そこから、前の日調べたらすぐ近くに L サイズ専門店があるってことが分かり、そこの L サイズ専門店で、白いシャツを買い、で、その日1日目の洗濯物と、それからもう原稿は書き終わったから、パソコンを宅急便で家に送り、で、あとはシーブリーズと、あと意外に暑い日に効くのが冷やし目薬つって、目薬をキンキンに冷やしたと結構いけんの。買い、ひんやりシートを買い、で、さらには、新幹線のチケットを、こう、時間変更、本当は最終が取ってあったんだけど、この日台風が近づいてるんで、最終まできちんと運行できるかどうかがわからん。その後結局のとこ台風がどんどん遅くなって大丈夫だったんだけど、わかんないってことになったから、俺は、2試合目3試合目で帰るってことにして、で、3試合目が多少延長したとしてこれぐらいだっていう、6時半のチケットに変えて、で、甲子園に行くわけ。そしたら、ものの見事にこの予想が当たって、勝ち割りを入れたタンブラーも美味しく、お茶を飲めたし、それからひんやりシートとか、シーブリーズとかもすごく効いたし、何よりその洗濯物とか、荷物も最小限になったし、4リットルのペットボトルも空になっておくわけ。でいて、1試合目の履正社高校の出てくる試合が、の途中から行き、で、2試合目が、名門の智弁学園と、徳島に今回いいピッチャーがいると徳島の試合を全部見て、で3試合目が俺の目当ての岩手の決勝まで見に行った佐々木麟太郎の出るクラークなんとか、北海道の学校と、佐々木麟太郎のいる、花巻東高校の戦いになるわけ。でこれがいい試合なのよ。そのクラークも、それからの予選の決勝で見た花巻のピッチャーも良くて、1対1のまま均衡のまま試合が進むわけ。でいて7回の裏もういよいよだと、いよいよの7回の裏に、1対1で、花巻東の攻撃で、ワンアウトランナー1塁2塁ってところで急に雨降ってきて中断になるの。で、良かったのは、俺が少し遅めの設定で新幹線を取り直してるから、これ、いけんぞ。良かった。この中断が、多少の中断があっても、1時間遅めに設定して俺取ってるから、いけるってことになるわけ。で、雨降り出して、20分ぐらいで中断が終わる。雨が一回止んで、中断終わるぞっていう時に、阪神園芸っていうグランドのコンディションを回復するそのグランドキーパーの皆さんが出てくるわけ。出てくるんだけど、今思えば、あとその時の感じた違和感は、阪神園芸ってものすごいテキパキとかなり水溜まりがあっても野球ができる状態に戻すんで有名なんです。すごいチームワークで、そんなに乗ってねえなっていうか、あれなんかあんま急いでねえな阪神園芸って俺は思った。その時前に見た阪神園芸はものすごいスピードでやったのに、この今回30分中断した雨止んだり出てきた阪神園芸がいろいろこう大会役員の人とかの指示でこうやって動いてんだけど、そんなでもねえなと思ったら、10分後にもう一回大雨降ってきて、ここから1時間半中断なの。俺が思うに阪神園芸のベテランたちは、いやこれまた降りますよと、多分できませんよっていうのを、いやいやいや、この後大会は台風が通過することで、どんどん試合中止になっていくからやりたいんですみたいな小競り合い俺あったと予想するんだけど、そこで1時間半、結局おっしゃって、でこれはもう新幹線間に合わないからっていうんで、1対1のまま、1対1のまま俺はまた海君を置いてね、海君置いてるから電車で。まあ、その、新大阪に帰っていくんだけど、その途中にまた俺の、薄汚い心。どっちが勝って、僕、甲子園においてはどっちが勝ってもいいんです。ね、これはどっちが勝とうが、その、僕が加担する問題、僕が何か思い入れを持つ問題じゃないと思って、勝っても負けても美しいところだっていう、だと思ってますから、いいんですけど、心のどこかで、予選の決勝まで見に行って、その試合も一本もホームラン出ず、
この試合もホームランの出なかった佐々木麟太郎のさよならホームランで終わるのだけはやめてほしいって思う俺がいて、向こう18歳ですよ。18歳の子を打つなって思うってよくないじゃん。途中で違う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 って思いながら、結果佐々木麟太郎選手は打てなかったんだけど、花巻東が勝ったことでまあまあ俺の両親の呵責はなくなったんだけど、なんかね、ここまでパーフェクトだったら最後の新幹線の読みだけ間違えて最後の試合は見れなかったかな。でいて、今朝ポカポカから帰ってきたら俺に何か贈り物が届いてるから開けたら、洗濯物の腐ったやつが届いてた。多分アンチだよ。アンチが俺に送ってきたんだと思うんだけど、もう腐った洗濯物と PC のセットが送られてきて、多分嫌がらせだと思うんだよ。恐ろしいね。恐ろしいよ。スターってのはこういうことがあるから恐ろしいよね。曲、曲はレトロ理論でヘッドライナー。新勝ち抜きカルタ合戦会。番組オリジナルのカルタを作ろうという新勝ち抜きカルタ合戦会です。このコーナーは毎回2つのテーマのカルタが戦って生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決めます。で、対戦するのは前の週に勝ち抜いてきたカルタと現在、たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタになります。勝つごとにあ行、か行、作業と進んでいって負けると予選ブロックに戻ります。和行を勝ち抜けばカルタは完成でゴールインです。同じ文字で3連敗するとテーマは消滅です。さあ、今週の対戦カード、まずは現在勝ち抜き中です。令和を生きる僕らには犬も歩けば棒に当たるとか意味がよくわからないので、とりあえず犬か棒が出てくるカルタを作ろうというテーマの令和犬棒カルタ、今週な行ですね。で、対する予選ブロックから登場のカルタはありとあらゆることに対応したイラストがある、イラスト屋にもないイラストというテーマの裏のイラスト屋、ウラスト屋カルタです。今週は他行のカルタになります。じゃあ早速いきます。令和犬棒カルタ。ほらちょちょさんほら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 ちょちょさん。な行、ペンネームスズムシ食べたな、ナトゥーダンスかと思いきや踏んでしまった犬のうんこを足を振った勢いで落とそうとしていた人。ナットナットナットね。ペンネーム篠田マリメッコさん、なナオトインティライミが旅先のボリビアあたりで現地の人からもらった棒みてえなやつをご主婦大事にしてそう。雑なナオトインティライミ表、お面とかね、お面とかね、友情の棒みたいなやつをね。ボールペン返してな、なかなか捨てる決心がつかない依頼者の宝物を叩き壊して捨てやすくしてあげるこんまり棒。いや確かにこれはもう電化製品としては使えないんですけれども、これを買った頃の辛かったこととかをガスガスっていうね、子供子供の頃に作った紙粘土で作った花瓶とかもガスって言ってくれますからね。もうほらときめかないでしょ、それこんまり棒でやっちゃったからもうときめきゃしないでしょなんつって、これ、ペンネーム虹色ろうそくな、なけなしの金で買った幸せになる棒が最近すごいベタベタし始めたんだ。それなどっちなの、何かそのベタベタし始めると幸せになるのか、もしくは何の機能もねえのに相当触ってるかだよね。もうこんなもんただの棒なのに何かあるごとに振ってるからね。ペンネーム形状記憶老人な、流れ星銀の舞台版が始まると聞いてご挨拶ついでに
ペディグリーチャームをタンと差し入れしたんですが、まさかキャストが人だとは。そりゃ人だろ。ペンネーム乳首マンな、名前をずっとつけていないので飼い犬をなあとかおいとか呼んでいます。ちょっと怖いよね。5年飼っててまだ名前つけてなかったら怖いよね。おいおいおいって呼ぶけど、餌だぞとかは言うけど、なんて名前なんですか、つけ染めれちゃいましてね、名前はないんです。だってペンネームはまだないさんな、なんでこの棒を素手で握るだけで3万円ももらえるんですか。え、理由を聞いたら1万円、じゃあ3万円のままで。素手で握るだけで3万円の棒やだな。しかも素手をすげえ強調されるとすごいよ。素手じゃなきゃダメですよ、素手じゃなきゃっていう。もう聞いちゃうと1万円に下がっちゃうからね。うわ、聞いて納得して1万円で触りてえけどな。でも減っちゃうとね、もう触るのは決めてんなら、もう握るのは決めてんならやっぱりね、3万円欲しいもんね。ペンネーム鈴虫食べたな、泣いた赤鬼の絵本の挿絵で青鬼が金棒をフルスイングして次々と村人の頭を粉砕している絵を描いたら、なぜかボツにされました。違う違う、そこで犠牲者が出ちゃうと、あの赤鬼も楽しく暮らせない。赤鬼も嫌な気持ちでしか暮らせないからね。同じくスズムシ食べたな、ナイキのマークじゃないんですよ。マッドサイエンティストの薬で約5倍の大きさになった土佐犬の爪痕です。うわーっていう、それが胸のところにザクッつってるから、よく生きてたなお前。ペンネーム気まぐれポニーテボな、長澤まさみが僕と結婚してくれるんなら、この棒で桑畑おはらをぶん殴っても構わない。一挙両得じゃん。ね、一挙両得になっちゃうもんね、これじゃあね。引き換えになってないもんね。長澤まさみは別に、とりあえずさて置いて、ぶん殴らしてくれ。まず。ペンネーム北あかりの目覚めな、これ成田悠介でいいんだっけ、あの人。成田悠介の目をつく棒ならば、右目用にはすりこぎ、左目には角材が向いている。なんでちょうど合わせんだよ。まあ、目をつくときにね、フレームに引っかかっちゃうと奥まで行ってくれないから、それを同時にうまく使って、丸四角っていう。ね、丸四角をドゥンってね、いけるっていう。ペンネーム篠田マリメッコに、日本刀を手にしたアンガールズ VS 木の棒を手にしたトム・ブラウン、まさかアンガールズ側が即惨殺されるとは。躊躇がないからね、特に道尾くんには躊躇がない。だからもう一発でいくからね。ペンネーム枯れゆく花の姫に、2本だけ棒を動かして2たす0は9の式を成立させなさい、というのでマッチ棒クイズかなと思ったら人骨クイズでした。よく言うじゃん、今の子はもうマッチを何するもんなのかわからないって言うじゃん。もうパズル棒だよね、あの人たちにとってはパズル棒って覚え方なんだろうね。ペンネーム記事に間でシーマに、忍者が天井にくっついていた時用のつく棒を買ってから30年、一度も使わずに今日壊れてしまいました。また新しいのを買います。忍者いねえかな、30年いない忍者が忍者になんで備えようとすんのかな。
ペンネーム犬は地味変。尿道からリーチ棒が抜けなくなってしまったから、タクの上におちんちんごと置いただけで逮捕？あ、かけ麻雀の方で逮捕。びっくりしたよ。びっくりしたよじゃないよ。そんなバカなみたいな口調で言ってんじゃねえよ。ペンネーム北明かりの目覚め2。ニッチェ江上が徐々に汚れたプードルに変わっていくアハ動画。北明かりの目覚め2。虹を見上げている人の柄好きになった、柄空きかな、虹を見上げている人の柄空きになった喉元を思い切りつくために開発されたレインボーです。シャレたこと言ってんじゃねえよ。みんな、はぁ、見て見て、虹だ、うぅ。今日は午後から急に雨上がるみたいだから、持ってっとくか、レインボー。セミが鳴いとるんや。2、日曜のショッピングモールのフードコートが大行列で、自分の番が来てからさて何にしようかなとか悩み始めるやつを殴るための棒、チタン製ですって。棒の方が多いのかな。犬、ペンネームインドカレー。2、ニューヨークの屋敷が情報系バラエティ番組で MC をしている時に見せる、こういう番組に出るのは少しダサいと分かっていながらあえてやってますよみたいな、お笑いファンから嫌われないようにしているあの雰囲気も、優秀な警察犬なら嗅ぎ分けられるんだろうか。ちょっと分かってやってますスタンス入れてくるよね。俺ジャニーズのあのなにわ男子のこの番組一緒に出るけど、こういうのも売れるためにはやるんですよ、あえてみたいな空気で出し、匂いは出してくるね。優秀な警察系は嗅ぎ取ります。必ずそれを。ね、ペンネルチェリマツ。ぬ。ぬて、ぬてらまみれの恐竜。ぬてらのどんどん。もう活躍の場がなかなかないから、これの。この手のやつの、この手のやつの、こうやって入れてきますよ。ヌテラまみれの恐竜、ヌテラノドンの復元にようやく成功したというのに、オタクの犬に全部舐められたんだ。絶対に訴えてやるからな。おそらくヌテラノドンが先に頭に舞い降りたと思うんですよ。行き場がなくなったと思うんです。行き場がなくなって犬をこういう形で出したと思うんですよね。ペンネーム終電まんじ。ぬ、ぬいぐるみの犬で我慢するって言ってくれた時にはほっとしたが、ちょっと最近は目に余るぐらいぬいぐるみを本物の犬として扱い始めたので娘のことが心配です。あ、そうだよね。うんちしてから、うんちしてからじゃなきゃ寝ないみたいことを言い出したりとか、すごい完全に犬として扱い始めたら親としてはペンネーム形状記憶老人。ね、ねえねえパトラッシュ、保険の見直しちゃんとしてる？というセリフから始まる世界名作劇場のインフォマーシャルか。あそこは絶対やっちゃいけないはずなんだけどね。運ばれてる途中にちょっと待ったっつって一回戻ってきて、保険の見直しみたいなやつ絶対やっちゃいけないやつだと思うけど、金さえ払えばやる世の中ですよ。ね。もうクララもハイジも、もう原作なんかもう何でもねえから、金さえ払えばパトラッシュ何でもやってくれますから。ペンネーム高原キャベツ太郎。ね。熱湯甲子園でインタビューを受けている強豪校の4番が、バットのことをずーっと鉄の棒、鉄の棒と言ってて話が入ってこない。この鉄の棒で、お前バットって知らない。バットに知らないでここまで来たのっていう。牛革を丸めたものを、ね、ぶっぱたいて130メートル先に飛ばせたことが本当に良かったですなんです。
ペンネームボブサップ。ね、年々コンプライアンスが厳しくなるせいでついに包丁を持てなくなったナマハゲが鉄の棒を持ってきましたが、逆に怖くないですか。ねえ、内子いねえかつって出たんだ。今まではなんかナマハゲはそのシャンシャン言いながらなんかその包丁持ってきたけど、コンプラで包丁ダメになってるし、シャンシャンもうるさいって言われたんで、その鉄の棒を静かに引きずりながらゴーって言いながら、ねえね、遠くの方からな、何この音っていうゴーって音がしてくるのは、アスファルトの地面に鉄の棒をその重さだけで引きずってきてて、でそれを肩に担ぎながら寝ない子いねえかってくるから、本当に怖え。寝ます寝ますっていう、ペンネームスズムシ食べたの。乃木坂46の握手会で、あ、手ではなくこの木の棒をギュッと握っていただけますか。あの、私あの飲食店で働いていまして、一生手を洗わないというわけにはまあいかず、この棒ならばジップロックで保存できるので何とぞとお願いしたら、なぜか気持ち悪がられました。一生洗いません、一生手洗いませんっていう人の方が気持ち悪いはずですよね。だって洗わないんですから、これからトイレ行こうが何しようが一生手だって、こっちのこの人はすごくよくわかってるから、飲食店なんでそれは無理なんで、棒の方を握ってくれれば私ジップロックでこれを保存しましてっていう、ね、手の方は洗いますよ、だけど棒の方に染みついたエキスみたいなものをずーっと味わうことはできますんでっていう、ちゃんとしてるだけにっていうちゃんとしてるだけに何かすごい怖いものを感じるっていう、もう目が決まっちゃってる感じの人だ。ですから、飲食店なんです。僕やってるのが。っていう。じゃあ手洗わなきゃダメでしょ。ね。消毒とかもしなきゃダメでしょ。となると棒なんですよ。なんて。そっちで指に言い出すから。わかんねえ女だなって言うから最後。怖い。怖い。わかんねえ女だなって棒を握って振り上げちゃいますから。ちゃんとしてる人だと思ったんだけどな。ということで、犬と棒、まあ、今回ちょっと棒が多かったですかね。さあ対するはこちらです。裏のイラストや、ウラストやカルタ。青い空に絵を描こう。ペンネーム田中ふくろう。タタレか塩かで迷い始めてから3分が経った客と店員のイラスト。ぼんじり、あ、誰かしようか。もう、3分いい時間だな。3分いい時間だね。一回口を、タレの、タの、タの形にしてから。どっちに何のシミュレーションしてる時間なんだお前の中でっていう、ちょっとそろばん弾くみたいな手を押したりとかするし、あとエアで食ったりしてからね、エアで食ったりしてからうーん3分いい時間だな。ペンネーム桑畑理恵を。タッチバックがビッグスモールの鳩時計さながらになっちゃってる。ハードなプレイをするカップルのイラスト。最初タッチバックだったんだよね。興奮し始めちゃったらすごい勢いで、お姉さんの方がもう体は反るわ、逆側もあるわ、ずっとしてんだけど。それ系統、それ系統ってなんだよ。田中ふくろう。た、対面在中に、同時に屁をこいて、ちょっと浮くカップルのイラスト。すん、ちょっと、ぶつって。何に使うんだよ。ペンネーム、ダックス。た、ダッチワイフをかばっておばあさんに出刃包丁で刺されているおじいさんのイラスト。最初はこんなもん年金で買ってみたいな怒られる方だったはずなんだよね。でいてばあちゃんが強い行こうという時に体身を挺してブサーって言ってんだよ。
ペンネーム三白眼のすくみずアームカバー、タッチバックのまま宇宙人に連れ去られているカップルを見ている下の人のイラスト。あの向こうは野外でタッチバックしてるのを宇宙人は馬だと思って連れてってるからね。ね、キャトルミューティレーションだと思って連れて行かれてるから、あの辺のアダムスキー型の UFO から出てるスポットライトみたいなやつの中にゆっくりタッチバックのままこうやって上がってくやつを遠くで、あー連れてかれてるーなんですけど。続いてペンネームヒメルテア、タクシーのモニターに映る山崎れなに対していちいち相槌を打っている人のイラスト。これなんで読んだかっていうと、先週なんかこう S ライドってタクシーのアプリで呼んで、ネット経由で生産するあのシステムの、まあ、二大メーカー、片方が GO で、もう片方が S ライドで、多分その S ライドの、車についてるモニターにすげえ、山崎怜奈出てんなって話したじゃん。ちょっとしたら、山崎怜奈聞いてたらしくて、Q 様だった時に、ありがとうございますって言ってたから、ね、出てありがとうございます、丁寧に挨拶されたから、今日はいつも GO なのに S ライドで乗ってくるぐらいの感じで来て、ね。でもビッグスモールの話とかも聞いてるってことだよね。おそらくね。さあ、ごめんね。ちょっとくだらないことと大事な情報がちょ行ったり来たりする放送で申し訳ないです。また、ちょっと気象の情報を入れてもらいます。中村久さんお願いします。はい、群馬県の富岡市と安中市に土砂災害警戒情報が発表されました。この情報は命に危険を及ぼすような土砂災害がいつ発生してもおかしくない時に発表され、5段階の警戒レベルのうち危険度が上から2番目のレベル4に相当します。土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに、自治体が発表する避難指示などの情報に注意してください。群馬県の富岡市と安中市に土砂災害警戒情報が発表されました。気象情報でした。中村久さんありがとうございました。月曜日一応ミュージカル深夜のパカシから パカシからまあ今日はね、気持ちをどこに置いていいかわからない放送になってますけど、でもこうちゃんと進行しているのは命に関わることだっていうのと、あとは何時何分になりましたとか今日の一曲目はとかちゃんとしてるでしょう。これはなんでかっていうと、日本放送でナイツの代打をやってきたからです。やっぱり俺は TBS で甘やかされてるってことに対して、少し反省がきちんとあったからです。で、本当にか、もう、元通りのバカみたいな番組やりますよ。だから、よりすぐりのバカみたいなの読みますよ。ペンネームケイちゃん。チンポで、ヘラブナを釣る、フェラブナ釣りの達人のイラスト。そういうジャンルなの。そういうジャンルなの。おちんちんの先を上手に動かす、これ。ヘラブナが一番パカっていく感じの皮の使い方とかをすると、ルアー的なやつの使い方をこうやってしていくとパクって言うからっていうね、ヘラブナ、ヘラブナ釣り名人の方ですかっていうと、いや、わしは違う。フェラブナ釣り師じゃっていうやつです。ペンネーム、虹色ろうそく。チケット売り場と勘違いして隣のキッチンカーに並んでいる人のイラスト。なんか鎌ヶ谷の日ハムの二軍戦とか J2 の試合とかこのイメージあるよ。なんかね、大勢並んでるからここでチケットなんだろうなと思ったら、近所で別にサッカーにも野球にも興味のない人が並んでるキッチンカーにたどり着いちゃうっていう。で、一応自分の番来ちゃったから、ああじゃあチーズワッフルをなんつってね。ペンネームどうにもならんよ。どうにもならんよ。地方局穴時代の元気いっぱいで何でも全力投球、球の空振りもご愛嬌みたいな感じがフリーになっても抜けきれず、東京の深夜バラエティで刹那的に消費されていくアナウンサーのイラストだって。こないだも
あ、さんま御殿かな、さんま御殿のなんかフリーアナ大会みたいの出てて、なんかすごいなっていう。なんか本当に、あの、世の中で一番殺伐としてねえかっていう、こう、さんまさんに気に入られたい、全国ネットで傷跡と残したい、けど一緒にされたくない、個性出したいみたいのが、よくここで例出てくる地下アイドル大会よりも、やばいね。あの感じやっぱり、なんか、ドキドキしちゃうね。ペンネームボブサップ、チューチュートレインに巻き込まれ、見よう見真似でやる羽目になったおじさんのイラスト。どういう時に巻き込まれんの？なんか行列だと思って並んでたら、ズッツッタンツツンツツンタンツッて、っていう。テンテンステテレテンで、っていう。この列、チューチュートレインの列なのみたいな。しょうがないなって、今更始まって、後ろのやつをもう行こうとしてるから、体くねられ始めてから、これで俺が、彼に恥かかしちゃうしって思うから、腕ぐる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 つって。ペンネーム、ボールペン濡らして、ボールペン返して、釣りに行くと家族に嘘をついて風俗に出かけ、帰宅前に洗車場で道具一式を濡らしているお父さんのイラスト。ペンネーム北明かりの目覚め、ついうっかり桂宮治の頭が肛門に入っちゃったんですと身振り手振りでお医者さんに説明している人のイラスト。逆ならね、宮治師匠は説明うまいから、逆ならいいんだな。入っちゃってる方が宮地市長だし、あとその、一生懸命説明しようとしてないでも抜けようとするから、先っぽのちょろげでコスコスコスコっていう、前立腺とかを、コス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 ってしちゃうから、あっってなっちゃうし、これは時間かかるね。うっかりなんだけどね。たまたま宮地市長が座ってるところに風呂上がりで、上から座っちゃっただけなんだけどね。ペンネーム紫の猫、鶴が助けていただいたお礼ですと嫌いな上司の血まみれの高級腕時計を持ってきた時のイラスト。あれ自慢してたやつだぞこれっていう。ペンネームランニング大好きて、電気ドリルの先にフォークをつけてパスタを食べている人のイラスト。マキタのね、ペンネームマイペースって、天敵の中に明らかにグッピーが泳いでるのを見つけた患者さんのイラスト。これちょっと想像してほしいんですけど、ペンネームナックルボールって、デスソースを常に持ち歩くぐらい激辛大好きですと豪語しているグラドルのボロボロの実家のイラスト。頑張れ。ペンネーム背中にはいつも幸せのポップコーンって、手こきされながら切れてる人のイラスト。バカ野郎、いいから新人話せことやる、バカ野郎ね、ほらてめえこの野郎しもぐっちょっていうイラストだと思うんだけど。ペンネームボブサップ、多分さっきのアイドルの子だと思うのね、激辛のて、TikTok の配信中に親が入ってきてしまったというハプニングのリハーサルをしている家族のイラスト。ボロボロの家で襖を開けてお父さん入ってちゃうんだけどね。ペンネーム六位像とトゥースのポーズをするオードリー春日の人差し指に頭上から肛門を近づけて降りてくる人のイラスト。ゆっくりトゥースの位置にスーっていう M 字開脚的なやつで、 M 字開脚おしっこ C の状態で両足のところに革ベルトをかけられたまま上からスーっと落ちてきてトゥースのところにスパーって入る感じっていう、箸っていう。なんだ箸、何なんだよ。ペンネームナンバーナンバーと、隣の部屋から聞こえる喘ぎ声に合わせてドラを鳴らす人のイラスト。
ペンネーム高原キャベツ太郎と、隣の席の人のポップコーンをもう半分ぐらい食べていたことに気づいた人のイラスト。あれだって真っ暗闇でっていう。で、ずーっと食ってて、多分ずーっとこいつ食ってんだってのはわかんだけど、映画の途中だし、もういい、こいつにやったと思うって黙認してるぐらいの感じでずっと食べてんだろうね。で、こいつを食ってるこいつは食ってるこいつで、あれ俺キャラメル味じゃねえなっていうかね、俺キャラメル味頼んでねえなってのゆっくり気づいていく感じの、で、どうする？自分だとしたら、自分が半寝ぼけでクレヨンしんちゃん見に行きました。で、行って隣のやつを見て、パッて左に手やったら、あれ？俺買ったやつあるってなるよ。で、行って、ちょっと待ってってなって、指舐めてみると、キャラメルの味すげえすると。で、俺キャラメルなんか買ってねえってわかると。で、どうするってなって、明るくなった後に、この右の今、キャラメル味の、ずっと人の食っちゃったポップコーン、どうする？多分向こうはもう人の食ったポップコーン食わないじゃん絶対。でいても呆れて物も言えないような状態じゃん。こっち側からす、俺もすいませんでしたっつっちゃな。間違って お代の方お払いしますんでっつって。もうそうじゃないと多分いたたまれないもんね。これお父さんと子供だったらもう多分、ごめんってなっちゃうもんね、どうやったってね。そんなところですかね。ということで、リスナー投票です。勝ったと思う方のカルタが、令和犬坊カルタなら、メールの件名に漢字で犬坊。で、ウラストやカルタなら、メールの件名にひらがなでイラストと書いて、メールの本文に、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間に送ってください。投票一人一回です。抽選で3名様にバカ力カードをプレゼントします。メールアドレスは、baka@tbs.co.jp です。baka@tbs.co.jp です。ちょっと曲短めになると思いますんで、急いで、ご投票ください。ホームで、ルーシー、受付、開始。Run
かくてごめんなさい。ここまでです。結果です。令和犬坊カルタ256票。裏のイラストやウラストやカルタ312票。勝ったのはウラストやカルタ。後半怒涛だったもんね。フェラブナ釣りから始まってね。ということで、勝った裏のイラストやウラストやカルタはナ行です。負けた令和犬坊カルタは予選ブロックに戻り、引き続きナ行の募集になります。ここに挑むチャレンジャーは新しいカルタ、こちらです。いつか戻ってくる日のために、タモリクラブ企画カルタ。ペンネーム無職継続中さんのアイディアに、少し手を入れさせてもらいました。2023年3月に惜しまれつつ終了したタモリクラブですが、世の中にはまだまだタモリクラブを必要としている人たちがいると思います。そんな人たちのために番組が戻ってきたらやりそうな企画を考えるカルタです。うちの構成人の考えた例題です。あの一大ブームから5年、マリトッツォ屋さんは今、新しいマリトッツォを考えるみたいな回もあるよね、おそらくね。なんか、佃煮とかすげえ入れたりとか、そういうやつあるよね。なぎらさんと俺が食ってそうだもんね。カツオのたたきの薬味は何が正しい？薬味会議。で、タモさんが違うもん作り始めんだよね。もう全然それ薬味を使った混ぜご飯みたいに作り始めて、それがうまいから食ってみなっつって、すごい盛り上がるやつだね。ワニマも参戦。第2の横山ホットブラザーズ選手権。ノコギリのポワン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 ポワンワンワンみたいな、あれを使った音楽の選手権みたいなやつとかですね。これまだまだいろんなところがありますから、誰が来るとか誰が回すとかそういうのを含めていろいろやれそうですので、デビュー戦ですね。まあ、ウラストヤは強敵ですけれども、いつか戻ってくる日のためにタモリクラブ企画カルタア行対裏のイラストヤウラストヤナ行の対戦です。今紹介したこう新しいジャンル、このタモリクラブのフォームはまだできてないので、これ直後に、番組また直後に作りますんで、ちょっと待っててください。小耳に挟む。ペンネームいつもあるがありがとう。この間フジテレビで放送されている、小耳にねじ込め。この間フジテレビで放送されている早く起きた朝は、キリコさんたちのをたまたま見たんですが、番組内で視聴者からの手紙を読むコーナーがあり、そこで磯野キリコさんがとても変なメガネ、おそらく老眼鏡をかけており、びっくりし少し笑ってしまいました。映画館の 3D メガネのような形で、色はヤクルトスワローズの限定ユニフォームのような黄緑色です。このメガネをかけるようになったいきさつは不明ですが、とにかく変です。ぜひ一度見てほしいです。で、俺過去6回分ぐらい全部遡って見たんだけれども、どうしたっていうメガネかけてる。ヤクルトファンはわかんないの。蛍光イエローみたいな、フレームの、なんつったらいいのか、イチローがおでこの上にかけてたみたいなやつを当たり前のようにして、そのさらにそれより前はわかんないけど、何で始まったかわかんないけど、絶対見てみ。どうしたどうしたって思うから。で、今日はいろんなことありながら行ったり来たりで放送してましたけど、僕の中ではもう一つ事件が起きてまして、このクソ暑い中、今朝朝起きたら、冷凍庫が壊れました。で、全く冷えない状況になっていて、中に買い置きしていた松ぼっくりのアイスとかがいっぱいある状態で、もう、気温との戦いでアイスを食うっていう、朝からすごい勢いでアイスを食うっていう戦いをしまして、4個食ったところで、これはもうちょっとやばいっていう、これ以上はやばいっていう、ポカポカの途中にプリプリ出ちゃう可能性あるってなって。で、結局のとこやめてるんですけど、今、たまたま、それこそ合宿に使った、クーラーボックス。
クーラーボックスの中に、ブロックアイスを入れて、で、その周りに、その、冷たくしておかなきゃいけないものを入れるっていう形で、今家で待ってる、それが待ってるんですけど、アイスって一日に食う致死量ってどれぐらい？相当な、その、大きさのもんなんです。あと、ふるさと納税でもらった、なんか高級コンビーフみたいなやつとかも、今大変なことになってまして、いろんな、その形で、その、冷凍食品ストッカーにちょっと入れたりとか、今言ってる、その言ったクーラーボックスに入れたりとかってことを、なんとかしてるんですけど、さすがにアイス4個は、おならがギャンブルになるレベル。はい。おならがもうギャンブルになるレベルで、どうしよう。で、なんかその、冷蔵庫を、2階にある冷蔵庫、巨大な冷蔵庫を、買い替えて、もう20年ぐらい使ってるやつだから、買い替えるのはいいんだけど、下取りには持ってってもらおうと思うと、なんか今日問い合わせたら、階段の手すりを外してくれみたいな。そのなんかその、俺の後から家建ててからつけた階段手すりがあるんだけど、その階段の手すりを外しみたいな、その作業がお先真っ暗で、急に直んねえかな、冷蔵庫って。冷蔵庫直せるリスナーの人いない？なんか。どうすればいいんだろうって今、もう大ピンチなんですよね。この間エアコンも壊れて、エアコン壊れたと思ったら、室外機の温度が上がりすぎるみたいな現象で、壊れてはいなくて、それはなんか、ダイソーに、クーラーの、エアコンの室外機を包む銀色のエアコンの室外機が温まらなくするシートみたいな、売ってて、それはなんとか事なきを得たんですけど、なんかどうにかなんねえか、冷蔵庫どうにかなんねえかなっていう。まあでもね、そのいろんな形で今ね、気象災害に見舞われてる人からしたら、アイスぐらいなんだと。ね、冷蔵庫ぐらいなんだ、冷凍庫ぐらいなんだって話だと思いますんで。で、このたわいもないトークがですね、実はですね、今週のおぎやはぎにつながっていきます。おぎやはぎのメガネビーキに出してもらいまして、おぎやはぎに、冷凍庫どうしたらいいかって、今こういう状況に順位からなってんだけど、どうしたらいいかっていう相談をしてますので、変則な形で。ね。その話はこれより先にしてます。先にしてるんです。先にして、今放送されてはこっちが先で、で、木曜日がおぎやはぎが、夏休みを取るからって言って放送されるので、よかったら。そちらの方も聞いてください。ね。まあ暑いですしね。あと、それから大雨降ったりとかね。台風来たりしますけどね。とりあえず、なんとかやり過ごしましょう。で、本当に何度も言うようですけれども、警報が出てたりとか、その、深刻なレベルいくつみたいな出てるところの人は、避難できるのならば、避難する方が安全と考えたならば、必ず、一回避難してもらって、で、そこで、伊集院が避難しろって言ったせいで、大したことないのに出ちゃったよ、みたいな話は、番組になんかの形でくれればですね、そこまた楽しいトークになりますのでね、くれぐれも、生き延びましょう。私も来週まで生き延びます。おやすみなさい。